N ラップとは長浜で起業したいと考える人チームを支援するプログラムになっています。まあ、何かやりたいんだけどまだよくわからないとか、やりたいことがあるんだけど始め方進め方がよくわからないという人を支援して、このプログラムが終わった後にいつかアイデアを形にしてもらうことということを目的としております。合同会社ステップの代表をしております中井健太と申します。で、僕も滋賀県長浜市に来たのはちょうど1年前でして、大学卒業してここに書いてあるんですけど、大学卒業後、ちょうど去年1年前に長浜に来ました。アンドステップの授業としては主にずっと教育なんですけど、1個目は体験教師とフリースクールです。で、一番のもう一つの強みは面白い企画ができるです。それこそやっぱり何かを提供しているだけだと子どもたちのできたっていうのはできません。やっぱり声を聞いてるとすぐ分かりやすいです。あ、できたできたっていう子どもの声なのか、できたわっていう子どもの声なのか。途中の課題に出てきたやっぱり1ヶ月にできる数が限られるとか、はい、そういうところって人間というかその人に依存するところを感じられてると思うんですけど、はい、それの、解決策としていろいろ子どもたちに分かりやすくなるほどってなるような学びであるように企画をしていくっていうのが僕らの強みです。で、3つ目、それこそやっぱり何かを提供、中村凛之介と申します。10月から地域おこし協力隊、昨年の10月から協力隊として長浜市に移住をしてまいりました。よろしくお願いします。改めて琵琶湖のほとりでテントサウナを提供していきたいなというふうに思っています。で、これはテントサウナ施設としての提供ではなくて、テントサウナの設備をレンタルするっていうような形で、事業の展開を、進めているような状況です。私たちのミッションとしては長浜をフィールドにして輝く若者を増やしていきたいというふうに、考えています。で、正直ちょっとこれを最初から考えてサウナ事業をしていたわけではなかったんですけれども、こうそこにワクワクを作っていくっていうのがビジョンとして掲げて事業を進めているような状況です。日本一の水風呂っていうのは長浜だけでなくて、例えばその滋賀県全体の中で、自転車で行くと琵琶湖って一周回るようなところに添えかけるサウナみたいな企業アップみたいなのをゲストハウスのどこかに貼っておけば、あ、こういうサウナがあるんだ、またこの宿泊まりたいなとか、我々としては宿を作るっていうのはなかなかできないんですけれども、すでにこう各地で宿持たれてらっしゃるところにサウナマップを貼る、Nラップとかも含めて、なんかこう長浜市とかですね、地域の企業とかがやっぱいい形でなんか支えて、いい形に発展していくみたいな、そういう仕組み作りがなんかなっていくといいなっていうのは、ちょっと東京長浜リレーションズの一応会長ということと、あと武蔵野美術大学の岩崎でいます。今日は皆さんありがとうございました。プレゼンテーションしていただいてお二人、本当にありがとうございました。Nラップを終えて、こうすごくなんか長浜の方々に事業を応援してもらえる、こうなんかあったかさを感じたなと思いました。僕自身はよそから来て今長浜でこう事業をやろうとしてるんですけど、こうやってこう皆さんのあったかい応援メッセージだったりとかいただいて、これからも事業頑張っていきたいなと思いました。ありがとうございます。メンターさんとかにこう聞く中で、第三者的な視点とか、やっぱそれこそ他の方のノウハウとか、そういった聞く中で、やっぱりこう、あ、それじゃダメなんだなとか、もっとそこをちょっと深掘らないといけないな、逆にそこが課題なんだなっていうのをこう自分では気づかなかったところを伴走しながら聞いていただけたりとか、相談乗っていただけたのがすごく嬉しかったので、なので最後はすごくいい発表ができたかなと思います。長浜市からこんなにみんなスタートアップが生まれていて、すごい嬉しいなと思いました。私も自分で事業をやってるんですけど、長浜市でこれから何かできることがあったらいいなって刺激にもなりました。ありがとうございました。